ここで皆様にお知らせがあります。はい、あのですね、星葉さん、二人で漫才でもやるんですか？いや違うんですよ、まあ、それもやってもいいんですけど、なんと今回、グジさんで、はい、私寺田由紀一日店長をやらせていただけることになりました。マジでありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。いえいえ、よろしくお願いします。でも素敵な機会と、まあ、グジお金持ちの人いっぱい来るじゃないですか、はい、だからある意味チャンスじゃないですか。何のですか？そういう人と知り合えるチャンスなんじゃないですか？なるほど、私はそっちも狙い、いやいや、あんまり印象良くないでしょ。日付はですね、はい、11月の17日です、はい、の日曜日、日曜日営業時間が11時から8時なんですけど、私は12時から3時がまずお昼の部、はい、そして4時半から7時の、夜の部、はい、でその日はですね、あの大阪から、はい、あの田野さんも駆けつけて、まあ、何のお力にもなれないと思いますけど、いやいや、そんなことない、あの駆けつけてくださいますので、ので、はい、もう本当に私なりのですけど、あのこれが似合うんじゃないですかとか、なんかこういうコーディネート素敵だと思いますみたいなこともなんか言えたらいいかもなって思って。素晴らしい、なんかだいぶざっくりしてきたね、なんか。なのでちょっと皆さん本当に遊びに来てください、ね、11月17日日曜日です、はい、日曜日皆さんお楽しみに、はい、よろしくお願いします。待ってます。こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。グジの、クリボーです。よろしくお願いします。あ、すいません、噛みましたね。噛みましたね、はい、ターって言いました、はい、そんなグジのね、田野さん、はい、クリボーこと田野さんに来ていただいたんですけど、はい、やっぱり来ていただいたからには今日はあの滑らない話をねちょっとしていただこうかなと。そういう滑らない話ですか？はい、いかがですか？何その、ちょっと待ってください、時間変わりますよ。滑らない話ね、クリボーの滑らない話。一応僕会社の代表してまして、もちろん知ってます、はい、まあ、いろいろこう経費面とかもチェックすることがあるんですね。でこの前なんかちょっとある人の歓迎会みたいなのが、はいはい、で僕大阪に出すことが多いんですけど、はい、なぜか誘われることなく、はい、その経費見て、はい、あの歓迎会あったことを知るっていう。マジですか？はい、呼ばれてなかったですか？それ当然 OK なんですけど、はい、俺誘われてないけどね。そのいたな、確かに。やばいそれ。滑らない話じゃなくてクリボーのちょっと悲しい話。グジの方、皆さん、スタッフの方、ぜひちゃんと代表誘ってください。ちょっとクリボー悲しんでるから誘われ誘ってもらえないんですよね。それちょっと悲しいですね。悲しいですよ。滑らない話じゃなくて悲しい話ですね。ちょっと悲しい話でした。そうなんですよ、はいはい、ということで今日は、はい、コート特集。コート特集、はいはい、めちゃくちゃいいコートを今日たくさん持ってきていただいたっていうところが趣旨なんですけど、はい、今年2020年を迎えるにあたって、うん、こういうのがグジとしてはおすすめですよっていうのはどういうものなんですか？結構こうカジュアル化傾向がすごく進んでましたので、それは もちろんその時代の流れなので、もう仕方がないことなんですけど、はい、まあ、ことこうドレスというかビジネスにも対応できるコートにおいては、はい、まあ、その反動でかこうよりエレガントに、来ましょうよっていう流れがまた戻ってきてまして、はい、特に象徴的なのが着丈とかもちょっと長くなってきてたりとか、うーん、コートは長い方がまあエレガントでしょうみたいなところがあったりとか、はい、まあ、あとは一方でそのカジュアル化というかそのオーバーサイズのコートとかっていうのもまあ弊社はまあ扱ってはいるんですけど、まあ今日はどちらかというとちょっとこうビジネスにも対応できるまあかっこいいエレガントに着ていただきたいというコートをまあお持ちしましたね。これぞっていうのってあるんですか？まずは一応全部なんですけど、まあイタリアのピッティ、今年の1月ですかね、タリアトレの、 あの、うん、ピーノ・レラリオさんにお願いして作り込んだ別注 の、 そのチェスターコート、はい、それいきましょうよ。それどれですか？はい、そのまずグレー、ね、あ、これこれ肝をちょっと教えてください。というかね、軽、めちゃめちゃ軽いし、ここ持っただけで素材がやばい。あ、カシミヤです。あ、私タリアトーレのカシミヤ大好きなんですよ。あ、じゃあちょっと触ってみてください。いいですか？素晴らしい。素材ももちろんなんですけど、あと形が弊社別注にしてるんです、ね、形どの辺こだわってるんですか？これちょっと長めにはしてるんですか？はい、肩の線をこうグッとこう上に上げまして、入れてるんです、はい、うん、で前肩にちょっと振ったっていうところがまず一つの別注ポイントになると、はいはい、あと着丈を、従来の
ものよりは3センチから4センチ長くしているっていうのがこのモデルです。なるほど。ちょっと長めなんですね。すごく難しくて、長すぎるとちょっとやぼったくなるかも、なる恐れも。難しいとこですね。これちなみにサイズいくつぐらいですか？46。ちょっと田野さんもしあれだったらお召しになっていただいて。てかね、似合う。本当ですか？めちゃくちゃ似合う。まあ、あの膝の上にちょうどくるような丈の長さ、はい、襟も小襟ですか？少しそうですね、もともとすごくシャープでかっこよかったのを、さらにこの辺りのフォルムをこうグッと、モダンですね。モダンな感じにしたのがこのモデルですね。前肩にすることによって動きやすい、動きやすいですし、あの見た目にもあのすっきりしますし、イタリア人みたいな撫で方ですね。いい撫で方ですね。なんかありがとうございます。綺麗な後ろ姿見て、すっごい綺麗な。あ、本当だ。もう触ってみて、ここいいですか？あ、いや、なんかちょっと嬉しい。すごい綺麗でしょ、ここ。はっていうか、もうね、このコートの生地の素晴らしさも相まって、めちゃくちゃ素敵ですね。あ、本当ですか？多分普通のイタリアのバールとかにいたら、多分ものすごい女の人、綺麗な人がスッとこう寄ってくる感じの背中ですよ、これ。そんなこと一回もないんですけど、今まで。いや、そうですか。そういうコートですね、これね。チャレンジしましょう。ありがとうございます。お値段もいくらなの？意外と。あ、本当だ。安くないんですけど。タリアトーレでカシミヤでって言ったらもっといくかと思いました、僕。いくらだろう？25。あ、と思うじゃない、はい、16万です。あ、ありがとうございます。すごい、これ。え、続いて他にはあるんですか？それと同じ、はいはい、形でグレンプレードですね。あ、チェックのやつもあるんですね、はい、これはカシミヤではないんですけど、はい、やっぱこう昨今のこの英国ブームっていうのがまだ継続してまして、はい、ちょっとツイディーな感じなんですね。そうですね。前回かな、ご紹介させていただいた、はい、弊社のジャケット特集で、はい、まあ、この機能、まあ、おすすめはモノトーンです。モノトーン、そうですね、はい、申し上げたんですけど、まあ、このコートもスーツのジャケットの上にも着ていただきたいですけど、まあ、こう黒のタートル着ていただいたりとか、結構モノトーンでコーディネートしていただけたりとか。ちょっとこれ着てみましょうか。今日僕モノトーンなんで、はい、あー、もう素敵だもん。あ、着やす、あ、軽いですね、これね。そうですね、ちょっとスポルベリーの風なんですね。そうですね、はい、このちょっとポケットが縦で、わー、かっこいい。いいですね、これ着やすくて。かっこいいですね。長さも、あ、いいですね、ちょうど。ちょうどいいかもしれない。この長さに非常に こだわったんですね。ちょっと膝の上っていうのがいいんですか？はい、気持ちいいですね。ちなみに、はい、BR もですね、コーディネートして、ほうほう、はい、まず初めのグレーのコートの方がこちらですね。あー、いいですね。中にタートルを合わせたりなんかして、グレーのタートルを合わせてっていう。そしてですね、チェックの方がこちらですね。スーツ合わせですね、これは。素敵ですね、すごいね。でも本当にスーツに着てもすごくかっこよく、両方着れるって感じですね。まあ、上品なカジュアルでも、はい、続いてずっとオープン以来休んだ。これ同じですか？これ同じです。色違いです。ベルベストのダブルフェイスなんですよね。これ意外と名品と言われてまして、ずっとロングセラーなんですよね。軽くて、すごくエレガントに着ていただけるんですよね、これ。で、その別注のポイントとしては、まあ、形はもう、まあ、ほぼ完成されている形でしたので、基本的にはいじってません。この裏表の色を指定させていただきました。こっちのはちょっと濃い黒とネイビー、黒とコントで、ライトグレーにチャコールグレーっていう、これも先ほどの流れで、まあ、モノトーンの合わせにも対応できるっていう。で、ちなみにこれ着丈を4センチ長くしてます。あ、やっぱりちょっと長くしてるんですね、これも。すごいこれ軽くていいんですよ。いい。なんかさっきよりちょっとエレガントさが。そうですね、あのベルベストならではのこのふわっとしたこのドレープ感とかっていうのが、すごい魅力ですね。しかもちょっと見てください、腰位置がすごい高く綺麗に見えますね。あ、足長く見えるやつだ。あ、本当ですか？めっちゃ足長く見える。足長効果すごいかっこいいです、これ。あ、本当ですか？ありがとうございます。千葉さん、こっちこれなんかピーコートっぽく着れますね。そうですね、なんか、はい、めちゃめちゃ似合いますね。めちゃくちゃかっこいい。これ買います。あ、本当ですか？本当、これいいな、これ。え、めちゃくちゃかっこいい。あ、いい値段ですね。そう、でもベルベストはやっぱりちょっとやっぱりこれはなんか高いですね。27万。すごいいいじゃないですか、これ。で、しかも今回このダブルフェイスは弊社グジだけののみのお扱いなので、またすごいの安くはないんですけど、本当さっきなんかドレープ感っておっしゃってましたけど、歩いた時とかこうふわっとこうなるんですよね。ここのふわっとする感じがすごく素敵です。というかこの感じがいい。こんだけ重厚に見えてこれですからね。え、軽っ。え、軽っ。あ、めっちゃ軽い。すごいいいですね、これ。はい、
でもそんなコートの着こなしがこっちですね。綺麗ですね。でこれ先日 BR チャンネルでもご紹介したロザーニのカシミヤのニットなんですけど、クルーネックの。さらに次は、はい、次はバルバ。バルバ、はい、バルバ。バルバっていうのはどこのアイテムで有名でしょう。バルバね、ちなみにイタリア語でヒゲっていう意味なんです、ね、シャツです。あっシャツはもうずっとよく売れてるナポリの名門なんですけど、ここ数年ジャケットコートに力を入れてまして、うんうん、これも綺麗な顔してますね。そうですね、こちらもカシミヤで、うん、しかも綺麗な、失礼します、綺麗なブラウンだこれ。ね、さっきのタリアトーレのカシミヤは、うん、生地感がもうちょっとしっかりしてた感じ、そうですね、こちらの方が軽い感じの。ちょっとバルバ着てみてくださいね。こちらも一応着丈を少し長くしてますね、はい、いい色。あ、俺これ、はい、これかな、これもいいな。っていうか私ブラウン好き。あ、ブラウン好きですもんね、うん、って言ってるじゃないですか。むちゃくちゃいい色、これやばいです。あ、ポロコート風なんですね、うん、あ、でバックベルトがついてると。すっごい素敵。これおいくらですか。19万8000円です。これいいな。なかなかのお値段も、まあ、安くはないんですけど、うん、しかもこの触り感もいい。いやもうこれやばいですね。生地感が素晴らしすぎます。もう一回背中後ろ向いてもらっていいですか。綺麗。田野さん背中綺麗ですね。本当ですか、うん、そんな言われたことないですけど。めちゃめちゃ背中綺麗ですね。本当にこの吸い付きがすごい綺麗ですね。2019年のベスト背中賞をあげたいぐらい。素晴らしい。ちょっと一回着てみていいですか。うん、これちょっとで特にブラウンに黒っていう合わせもおすすめの色。あ、これちょっと、かっこいい。これいいな、これね、すごい。かっこいいじゃないですか、これ。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ちょっと顔、これちょっと一回キープしていいですか。もちろんですよ。しかも中がチョコレートなんですね、色が。あ、かっこいいですね。両方合わせてるっていうところもいいですね、これ。で、これはその色違いです、はい、色違いで今年はやっぱりそのライトグレー、はい、ミディアムグレーっていうのをおすすめしてるので、こういう色目もタリアトーレ、ベルベスト、マルバとおすすめしてます。最後もう一着ありますけど、こちらは。これは別注ではありません、はい、今期に出たラルディーニのカシミヤのチェスターコートです。来ました、これもカシミヤだ。失礼します、はい。あー、こっち系か。どっち系なのかな。ちょうど間な感じします。バルバとタリアトーレの中間ぐらいの硬さというか、うん、カシミヤでも全然風合いというかタッチが違いますね、これ。違います。これちょっとじゃあ着ていただいて、せっかくなんで、ラルディーニの、あ、これも綺麗、コートはこれずっとこれもよく売れてまして、うん、で今回そのカシミヤ比較的驚きの値段で出ているので、オーダーさせていただいたんですね。いくらだろう。19万8000円。いや、安くはないんですけどね。安くはないですけど、でもこのクオリティでってことですよね。ちょっと待って、今回むちゃくちゃいいラインナップじゃないですか、これ、はい、難しい、これ買うので。これお出ししたのは一つ理由がありまして、はい、これが納品されたのが7月なんですけど、はい、すごい売れまして。7月から、はい、早っ。ほぼほぼネイビーとか他の色目もなくなってるんですね、うん、もう輸入代理店さんにすぐ連絡して生地追加できないかということで、うん、なるほど。追加かけたんですか。かけたんですよ。早っ。リアルのオンラインでもそうなんですけど、はい、予約販売みたいな感じで販売させていただいてまして、うん、ご注文いただければこれが追加として上がってきた時にお届けできる。なるほど、なるほど。でコートご紹介してきましたけど、こちらこれ全然コートじゃないじゃないですか。これ何ですか。今すごい話題、ちまたすごく売れてるらしい世界で、はい、インナーダウン、インナーダウン、体温エクストラって言うんですけど、体温エクストラ、体温、はい、体温っていうのは名前がもう日本のブランドなんですけど、もう体温は体温です、うんうん、これから来てる。何なんですか、この半袖と長袖があったりとかって、これ、うん、これ、はい、脱着取り外し可能で、うん、長袖、これがパーツ、ダウンベストっていう風にこう分けれるんです、うん、どのパーツでも着れるんです。あ、どのパーツでも着れるんですか、はい、ノースリーブのダウンベストにもなるし、はい、半袖でもいけるし、長袖でもいける。へ、面白い。この表地は世界でナンバーワンと言ってもいいダウンブランドとほぼ同じナイロンを使用していたりとか、ね、はいはい、中のダウンもホワイトグース 95% 最高級のダウンを入れてあったりとか、はい、で撥水ですし、うん、汚れもつきにくい防護加工もされてますし、はい、うんうん、洗うこともできるっていう超優れものなんですね。へ、なんとこれしかも裏面と表面にカーボンが薄く貼ってありまして、なんかカーボンなんか入ってる。これで携帯充電器ですか、これ。それで充電できるんですけど、3段階でこう
あったかくできすることができるんです。すごい。どういうことですか。着るとこれ電源をオンすることで、はい、中の、はい、ここがあったかくなってくるんです。ホットカーペットみたいな。そうですそうです、そんな感じです。着るカーペット。着るカーペット。こたつ。着るこたつ。まあそうですね。これだって正直コートってもちろんあったかいですけど、はいはい、ちょっと本当に一番寒い時期の真冬だったら寒いなと思っちゃうことあるじゃないですか、はいはい、その時にこれ中に着たらそうです、もう、はい、特にあの最近オーバーサイズのコートも流行ってるので、うん、あのこれを着ていただいてその上から着ていただいたりとか、うん、これってどこで調節するんですか。このボタンでなんか3段階にできるみたいです。あ、本当だ、ここに。すごい、こんなあるんですね。嘘、今これちょっと着てみていいですか。どうぞどうぞ。あったか、あったか、いやこれあったかいんですよ。半袖でも全然 OK、 うん、そう思います。不思議、この辺はめっちゃあったかいのに。あとレディースもすごい人気なんですよ。あ、これレディースもあるんですね、はいはい、これ形は丸と V です。この2つだけ。そうですね。これでいくらぐらいなんですか。23,800円です。あ、さっきのコートから考えちゃったらめちゃくちゃ安く。そうですね、面白いアイテムありますね。そうですね、これぜひあの注目のアイテムです。めちゃくちゃ薄着にしててだけどすごいあったかいっていう。そうですね、はい、面白いアイテムですね。これ欲しくなったでしょ意外と。これちょっとレディースもあるって聞いて女性にすごくいいと思いますね、はい、あのやっぱり寒いんですよレディースちょっと調べます。買おう。これ素晴らしい、はい、なのでぜひ皆さん素敵なアイテムなので BR オンラインでぜひ商品チェックしてみてください。今日でも1個発見があったな。やっぱり。なんでですか。タモさんの背中がすごい綺麗だ。本当ですか。いや2019年ベスト背中賞、はい、ベスト背中賞チャンポイントとかにした方がいいですかね。チャンポイントですね。チャンポイント背中でこれからは。次回はこちらです。ドゥカルス。もちろんです。ルカルスの社長が俺 BR チャンネルのファンでさ。ということで、ルカルスの社長ジェリーさんです。よろしくお願いします。お願いします。このモデルは中がねバーなんです。そしてこれはこれ革ですか。革です。日本とイタリアのファッションは非常に近いと思います。あとはもうルカルスの靴を履けば、そうですね、かっこいいイタリア人。なるほどね。ということで、最後宣伝を。いや、あんまり宣伝 ないんですけどね。いやいやいや、私聞いてますよ。何をですか。いや、聞いてますよ。何をですか。いや、めちゃくちゃいい宣伝あるじゃないですか。いや、記憶にございません。 BR チャンネルでね、うん、今、うん、田野さんを追っかけてるんですって。追っかけてる、うん、ドキュメンタリーを作ってるんですよ。田野さんの、うん、11月中には上がるらしいので、ね、皆さんその情報をこうご期待という、はいはい、そしてもう本当に9時にはもうコートのラインナップがね、うん、最強のコートとそれからこういう面白い体温という、ね、アイテムが揃ってるので、うん、ぜひ9時行ってみてください。そしてじゃあゆきちゃん。はい、10月18日から、私が出演しておりますドラマが、スタートいたしました。ミス自己調という作品に参加しております。ついに明日、私寺田由紀登場いたします。NHK。 すごい、すごい、すごいって言っても本当にちょっとです。ぜひ皆さん、明日、10時からドラマ10ミス自己調ありますので第2話と3話に登場する予定なので。国民的女優ですね。いやいや、そうですね、頑張ります。ここからそして星葉さん。はい、10月の18日に、僕の5冊目の本が出ました。世界のビジネスエリートは知っているおしゃれの本質、これが5冊目です。そして続いてですね、11月は、6冊目の本ですね、星葉芳正が愛する究極のブランド105、シャネル、エルメス、ジョルジョ・アルマーニ、そして BR チャンネルで紹介しているスーツだとか、僕が愛用しているバシュロン・コンスタンタンの時計とかパテック・フィリップとか、もう時計からファッションからジュエリーから105紹介してますので、ぜひご覧になって読んでいただけたらと思います。そして毎日僕が更新してます、フォルツァスタイル、そちらも合わせてご覧になっていただければと思います。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録お願いします。お願いします。 YouTube またまた増えてます。よろしくお願いします。そしておすすめ動画がこちらです。こっちの動画も見てください。